コーヒータイムということで、今日は田島屋さんのキリマンジャロですね。田島屋さんの豆ね、終わっちゃってたんで新しくね買い足しました。ということで、ね、まずは蒸らしから。今日はね、実はもうコーヒー一回飲んでるんですけど、このね、このミルク溶け出すこれ飲んだんですけど、やっぱりね、なんかうまく入れられないですね、これ。2分間っていうことだったんで、で、それで薄かったんでね、5分にして、で、しかもね、このチャプチャプチャプってやるのを、結構ね、しつこめにやったんですけど、それでもね、うまくコーヒーが落ちないっていうかね、なかなかね、濃い味が出ないんですよ。多分ね、これの油脂成分とかそういうのが、まあ、このね、ミルク成分っていうのが抽出を妨げてるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあどうするかって言われたら、このお湯をね、に入れた後に、まあ、常にね、かき混ぜ続けるとか、2分間ちょっと攪拌し続けるとか、そういう風にすると、まあ、多少は変わるのかなと。まあ、なんでかっていうとね、このなんていうの、まあ、これがね1個のコーヒー豆の粒だとしたら、この周りにお湯がつくわけですよ。で、ここからね、コーヒーの成分がチュワーって出るわけ で、ただここの周りにね、濃いものがずっと滞留し続けると、そうするとこれ以上溶けないよっていう風にねなってしまうんですよ。なんでここの部分をね、この周りの部分を常にお湯を滞留させてやると、そうすると常に薄い状態になってくれるから抽出が良くなるという感じなんですよね。なんでそういう入れ方をしてやる必要があるかなとかね、いやめんどくせえなそれっていう感じですけど、はい。まあ、そんなことよりね、今日ねさっきまでこれまたね、今週土曜日なので、今日はネイルケアの日と、土曜日はね自分のネイルケアの日というふうにねちょっと決めたので、先週決めたんでね、ネイルケアやってました。一回ね除光液でそのトップコートっていうのを落として、でその後にベースとあと、ね、トップコート塗ってっていうふうにやったんですけど、このねトップコート、まあ雑にっていうかね、その近所のね薬局で買ったんですけど、結構いいですね。まあ塗りやすさがどうこうっていうより、塗膜がすごい強い。ネイリストさんに塗ってもらったやつね、良くも悪くも、まあ、仕上がりはすごい綺麗だったんですけど、塗膜が弱いっていうか、なんか薄く塗れちゃうからかなのか分かんないですけど、まあ俺が下手だからなのか分かんないですけどね、このなんていうの、剥がれないんですよね。1週間してもビクともしなくて、下手したらそのね2週間ぐらいまでいけちゃいそうな感じはしてたんですよね。まあ、ただね、まあ、練習もしたいですし、めんどくささよりに、あとここ伸びてきてね、下の方、この甘皮の方の指のね、こちらの付け根の方の爪の部分、爪の付け根の方が少し伸びてきちゃってね、隙間が空いてきたんで、まあ普通にね一回剥がしたんですけど、いやまだね納得いったね。ちょっとこのね爪は結構綺麗に塗れたんですけど、このね中指とかを結構ボコボコしちゃったんですよね。なかなかね納得のいく爪ができないですね。ジェルじゃない、ネイルケアだね。まあコーヒーいただきましょう。はい、ということでコーヒーいただきます。いい香り。美味しい。この濃さだよな。欲しかったのはこの濃さ。
最高ですね。でネイルのね、あのケアのやつはですね、先週やったのと先々週のネイリストさんにやってもらったやつはですね、下の概要欄の方にリンク貼っとくんでね、あの気になる方は見てみてください。まあ、少しでもね参考になればなと思います。うん、いやネイリストさんね、やっぱりね本当に塗るのがうまい、どうもうまくいかないんだよね。てかね、やりづらいんだよな、やっぱり。うん、人にやるんだったらまだあれかもしれないけど、自分のね指にやるっていうのはなかなかね難しいですね。うん、まあ練習あるのみ。あの YouTube でね、他の人のなんかネイルケアの動画とかがあるんで、それを見たりとかしてね、ちょっとやり方をね調べたりとかしてるんですけど、なかなかうまくいかないですね。まあ、そんな話はさておき、今日はですね、なんとというかね、パッと今さっき気がついたんですけど、チャンネル登録者数がですね、600人を超えました。ありがとうございます。まあ、先日ね、もう結構500人いって、でそれから600人は結構早かったんじゃないかなと思うんですけど、うん、なかなかね、早いペースで。100人伸びて、まあ、こういうね、ありがとうございますみたいな動画を出すとなぜか減ったりとかするんですけどね。なんですけど、まあ、やっとね600人超えて、うん、まあこんな感じでね、ゆるゆるとちょっと増やしていきたいなと、まあ、増えていくと嬉しいなとは思うんですけど、まあだからといってね、何か新しいっていうかね、なんかすごい大きく変わるかっていうとそうではないんですけど、まあ、これからもね、僕のなんていうの、興味の持ったことだったりとか、そういうね、僕の趣味のものだったりとか興味を持ったこと、まあ、そういうのをですね、あと何かしらね知識持ってるものとかも、もうおっさんなんでね、うん、いろいろと知ってることはあったりとかもするんで、まあ、そういうのをですね、情報を発信して見てくれた方にですね、少しでも役に立てばなと思います。はい、という感じでこれからもよろしくお願いしますっていう話をねしようと思って、それだけで撮り始めたからね。何の話ってか、もうネタがないんですけど、うん、600人な、まあ、この間ね動画をバックアップするっていうやつを撮りましたけど、いや600人っていうかね、今まで動画だいぶ作ってきたなと、1400、今日23回目ですよ。よくそんなに続いたなって思いますね。ほぼ毎日っていうか、多分ね、アップし忘れて、アップっていうか、おとといだったっけかな、日付を間違えてアップしてたっていうね、うん、とか、あと、アップをね、その忘れてっていうか、アップが失敗しててっていうので、1日飛ばしたってわけじゃないけど、次の日に2つね、前日の分も合わせて投稿するみたいな、そういうことがあったりとかしましたけど、うん、なんですけど、ほぼ毎日ね、いつからちょっと始めたのかってもうすでに覚えてないんですけど、ほぼ毎日続けてる動画でね、よくこんなに続けられたなと思いますけど、まあ、これからもですね、ゆるゆるとやっていこうと思います。はい。前に言いましたっけ、なんかね、まあ、プライベートのことで言ったのかもしれないですけど、みんなもね、Vlog とかやるといいですよっていうね。普通にね、面白いですし、なんて言うんですかね、いろいろとね、Vlog やり始めてから、役に立ったなっていうことは結構あって、まあもちろんね、その時間使ったりとかもしますし、あと機材集めたりとか、まあそれは完全に僕の趣味なんでね、うん、iPhone とかだけで全然撮れるんでね、手持ちのスマホがあればいいっていう感じですけど、うん、なんですけど、まあ、僕の場合はお金かけたりとかしてね、いろいろやってましたけど、うん、まあ、そうだけじゃなくてね、そのなんか、ネタを探そうとするんですよね。この動画をやろうとすると。で、ネタを探そうとすると、新しいものへの興味っていうのが、なんかその湧いてきて、実際にね、そのやつを体験し、まあこのネイルとかもそうですけど、新しいものですよね。今まで体験したことの、まあ今まで40年生きてきて、ネイルのね、ケアなんて、
やらなかったですからね。爪を切るぐらいしかやってなかったのに、まあ、そういうのを始めてみようとかね、うん、何かしらやってみようっていうね、興味が湧くっていうのは、まあ、趣味がね、多い人だったらいいんですけど、少ない人とかね、これしかやってないなみたいな感じの人もいると思うんですよ、うん、なんですけど、まあその新しいものをね体験してみるっていうのは、まあそれがねハマるかハマらないかは別として、うん、楽しいんでね、うん、ぜひVlog じゃなくてもいいんですけどVlog やってね、やるんだったらこういう風にせっかくなんでね、で無料でアップできる場所とかもあったりとかするわけで、なので Vlog とか始めてみるといいんじゃないかなと思います。でチャンネル登録者数がねめちゃくちゃ増えたら、これを見てね始めてめちゃくちゃチャンネルと登録者増えたっていう人がいたらですね、ぜひコラボしてください、はい、まあ、そんな感じで、バイ、はい。